チャンステーマ、野球腕自軍が得点のチャンスの際に演奏される応援歌である。球場の一体感が最高潮になるこの瞬間は、野球ファンにとってはたまらないものだ。しかしその逆、自軍がピンチの時に流れる相手チームのチャンステーマは非常に脅威であり、恐怖心すら与えることも。今回は相手にとって脅威なチャンステーマという点に注目し、ピンチの時に聞くと怖い他球団のチャンステーマというお題で投票を実施。 Twitter、YouTube を通してたくさんの方にご参加いただいた。本動画ではその投票結果をランキング形式で発表。その名もプロ野球ファンが選ぶゾッとするチャンステーマベスト10。まずは46位から11位までを一気に発表。皆さんがゾッとする一曲は何位に入っただろうか。以上、46位から11位の発表でした。それではベスト10の発表に移ろう。まずは第10位の発表。第10位、福岡ソフトバンクホークス、鷹の道。基本は関西限定で演奏される曲でありながら10位にランクイン。それではお聴きいただこう。続いて第9位の発表。第9位、広島東洋カープ、チャンステーマ3。威圧感たっぷりのこの曲はまさにピンチで聴くには恐ろしい一曲。それではお聴きいただこう。次に第8位の発表。第8位、阪神タイガース、チャンスはっしょい。阪神の応援を象徴すると言っても過言ではないこの曲が8位にランクイン。それではお聴きください。
いて第7位の発表。第7位、千葉ロッテマリーンズ、チャンステーマ3。疾走感あふれるこの曲が7位にランクインした。それではお聴きください。次は第6位の発表。第6位、阪神タイガース、チャンス襲来。相手ファンからすればピンチ襲来のこの曲が6位にランクイン。それではお聴きいただこう。続いて第5位の発表。第5位、千葉ロッテマリーンズ、チャンステーマ1。勇ましいメロディーラインとアカペラの大合唱は圧巻。それではお聴きください。さて、ランキングも佳境。第4位の発表。第4位、福岡ソフトバンクホークス、ワッショイ。シンプルな構成でありながら数々のトラウマを植え付けたこの曲が4位にランクイン。それではお聴きいただこう。Yeah!
それでは残すところはあとトップ3のみの発表となったが、そちらに移る前に番外編を発表。実はチャンステーマには特定の選手専用のものも存在する。あえて募集要項には詳しく書かなかったため、数少ない得票数ではあったが、それでも票が入った曲を紹介しよう。東京ヤクルトスワローズ川端慎吾、オリックスバファローズ T 岡田、中日ドラゴンズビシエド、3曲続けてお聴きください。お待たせいたしました。それではトップ3の発表に移ろう。第3位、埼玉西武ライオンズ、チャンステーマ4、球場がお祭りムードになるこの1曲が44票を獲得し3位に輝いた。それではお聴きいただこう。ランキングも残すところあと2つ。熾烈な戦いの中選び抜かれた曲とは、第2位、広島東洋カープ、チャンステーマ5。今現在黄金期を築き上げているカープを象徴するこの曲が45票を獲得し見事2位に。それではお聴きください。
大変長らくお待たせいたしました。それでは1位の発表です。果たしてファンが最もゾッとするチャンステーマとして選び抜かれた曲とは。というわけで、数あるチャンステーマを抑え最多の50票を獲得した中日ドラゴンズ旧チャンステーマ1が最もゾッとする1曲に決定。現在は廃止され使用されていないにもかかわらず1位に選ばれたのは快挙と言っていいだろう。他球団ファンからするとそれほどまでにこの曲が脅威であったことがうかがえる。恐竜復活の一番のキーマンはもしかするとこの曲なのかもしれない。なお今回の結果はあくまでも参考データです。ランクインしなかった曲にも素晴らしい曲はたくさんあります。これを機にぜひ様々な応援歌を聴いてみてください。また応援団の皆様、試合を彩る素敵な応援歌をいつも作ってくださりありがとうございます。ファンの代表として心より御礼を申し上げます。そしてこちらは今回音源提供をしてくださった皆様です。概要欄にもリンクを貼っていますのでぜひ皆様アクセスしてみてください。提供者の皆様がいなければこの企画は成立しませんでした。心よく使用許可をしてくださったこと改めて感謝を申し上げます。以上ゾッとするチャンステーマベスト10でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。プロ野球ファンの皆様、今シーズンも大いにゾッとしゾッとさせましょう。